王道万理由は、日本の農学研究者、農作者、農演出家、東京芸術大学名誉教授、東京文化財研究所名誉研究員、文化功労者。名の一万は万の旧字体であるため、王道万里武氏とも表記される。東京国立文化財研究所芸能部部長、東京芸術大学音楽学部教授。 沖縄県立芸術大学附属研究所教授、沖縄県立芸術大学附属研究所所長などを歴任した。東京府生まれ、行政小学校、道中学校時代の同級生に柴田奈美夫がいる。東京高等学校を経て、東京帝国大学理学部動物学科卒業後、1941年、東京帝国大学文学部国文化卒業。 1953年東京文化財研究所、芸能部門部議官となり、音楽舞踊研究室長、芸能部長。1964年表彰との共編、洋曲集により芸術専章文部大臣賞を受賞。1976年国立農学堂、設立準備専門調査会員。1976年から1984年まで、 東京芸術大学音楽学部学理科教授。1984年、沖縄県立芸術大学附属研究所教授、所長を務める。1983年史事法賞受賞。1987年、農学の研究で、日本演劇学会河竹賞受賞。1998年伝統文化、ポーラ賞特別賞。 2003年仏教、伝道文化賞、2006年、田辺久雄賞、2007年エクソンモービル音楽賞、受賞。他に、厚生大学農学賞受賞、2011年文化功労者。その他、東洋音楽学会会長、学劇学会会長などを務める。表彰とともに、戦後の洋曲、農学研究をリードし、農学師らとの協力のもとに、 脳学をアカデミックな研究の対象として、建設上で整理を行うほか、自ら演出も行った。2012年6月20日、肺炎のために死去。95歳を打つ。王道は、新作脳の創作にも筆を染め、以下の3作を発表している。鷹の泉は、ウィリアム・バトラー・イエッツが、脳に影響を受けて創作した、高野井戸を脳として脚色したもので。 戦前の新作脳とは一線を画す演劇的完成度の高い作品と評価された。しかし後に、関瀬俊夫らは従来の脳の構造を踏襲した本作への不満を指摘、これに応えて改作を行ったのが横道の代表作とされる高姫である。関瀬俊夫野村万作、関瀬静夫らによって初演された本作は進撃のスタッフを加えるなど、 新作脳の,の枠を超えようとする野心作であり、新作脳の,の中では、時前マロの作品に並ぶ成功を収めた作品となった。ありがとうございます。